栗原副委員長皆さんおはようございます公明党広島県議会議員団の栗原俊二でございます3月8日の質問に続きまして、えー、質問をさせていただきたいと思いますそれでは早速質問に入らせていただきます 充実した人生100年時代を過ごすには、県民誰もが安心できる医療介護の提供体制の構築が不可欠であります。そこで医療や介護に関する県の認識や取り組みなどについてお伺いをしたいと思います。広島県と広島県医師会では、県内の病院や診療所、薬局をネットワークでつなぎ、参加施設が検査情報や診療情報といった、 医療情報を共有することにより、患者の肉体的、経済的、精神的な負担を減らし、安心、安全、均接な医療を提供する広島医療情報ネットワーク、いわゆる HM ネットを平成25年度から運用をしております。HM ネットの効果や効果を最大限発揮し、 医者と患者の双方の利便性を向上させる、つまり、両者がウィンウィンの関係を築くためには、より多くの施設が参加をし、利用者を増やしていくことが必要であり、県では平成32年度までに1600施設が参加することを目標としております。しかし、現在の HM ネットに参加する医療機関は、約700施設にとどまっております。 そこで、HM ネ,ネットに参加する医療機関や利用者を増やしていく上での課題と、今後の普及に向けた取り組みについて、健康福祉局長にお伺いをいたします。健康福祉局長 HM ネットの参加施設の拡大に向けましては、昨年10月に医師・医療機関を対象としたアンケート調査を行い、ネットワーク自体の認知度、システムの操作環境、閲覧可能な情報量などの課題が明らかになったところでございます。このため、これまでの取り組みに加えて、診療科や地域などをターゲットを絞った戦略的な候補の実施、操作トラブルに素早く対応するサポート体制の整備など、操作環境の向上、 ユーザーザが必要とすする閲覧情報のの一層の拡大などに注力をしてままいりますさらに来年度は、県医師会に加え、薬剤師会やエンドユーザーである診療所、調剤薬局などにも参加していただく協議会を設置し、ユーザー視点に立ったより実践的で効果的な利用拡大の取り組みの検討を進めてまいります。また、利用する県民や患者側につきましても、HM ネットの付加価値や認知度が課題であると考えており、 電子用薬手帳や、救急時に活用する命の宝箱、健康増進のためのヘルスケアポイントなどのコンテンツの充実と、カープカードを活用した利用者を引き付ける広報などに努めることで、利用者の増加に取りり組んでまいりまいす栗原副委員長。ユーザー視点に立った取り組み、非常に大事でありますどうかよろししくお願いしたいいたと思います。 今後、不足が予想される看護職員の確保について、県としてどのように認識し、どのような対応を考えていらっしゃるのか、お伺いいたします。看護職員とは保健師、助産師、看護師、準看護師を指しますけれども、その就業者数は平成25年末で約157万人、これ、全国ですけれども。 段階の世代が後期高齢者となる平成37年には、看護職員が196万人から206万,20万人必要と見込まれております。就業者数は年間平均3万人程度増加しておりますけれども、このペースで今後、増加したとしても、平成37年には3万人から13万人が不足すると、このように言われております。 今後、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築するには、多くの看護職員が必要となります。そこでお伺いいたしますけれども、今後の看護職員の県内受給の見通しをどう見込んでいらっしゃるのか、また、看護職員の県内要請についてどう取り組まれるのか、さらに、要請の一翼を担う県内の看護師と養成所の運営は、財政的に非常に厳しいと。 このように聞いておりますけれども、県としてはこれらの施設をどう支援しようとしているのか、健康福祉局長にお伺いいたします健康福祉局長。平成30年から平成35年までの看護職員の受給を推計すると、平成30年は約1000人が不足すると見込んでおりますが、看護職員確保対策を継続実施することにより、平成35年にはほぼ充足するものと見込んでおります。 看護職員の県内要請に向けた取り組みといたしましては看護師等要請所の新規開設に加え定員増等に伴う施設,設設備整備に対する支援や教員の要請講習会継続研修なども併せて実施しておりますまた要請所の運営につきましては県内の看護師等要請所15校に対して生徒数や教員数に応じた支援を行っているところでございます引き続き要請数の確保とともに質の高い看護職員の要請を目指してまいります 栗原副委員長、はい、ありがとうございますどうかよろしくお願いいたしますまた現場のお医者さんに話を聞きますとですね循看護師は開業開業医にとって大事な存在であり制度存続を強く求めておられますけれども循看護師制度について県の見解を健康福祉局長にお伺いいたします健康福祉局長 え循環護士は地域の医療を支える重要な医療従事者であると考えており、引き続きその役割を担っていただきたいと考えております委員長、員長よろしくお願いいたします。えー、次にです、ね、遠隔診療の積極的導入についてお伺いをしたいと思います。国は ICT を活用した遠隔診療を積極的に導入する方針を示しております。 遠隔診療とは、患者が自宅など病院以外の場所から、インターネットを介して映像や音声をつなぎ、<laughs> 医師と直接対面せずに行われるもので、処方箋を出すこともできます。海外では急速に拡大しており、日本でもパソコンやスマートフォンの普及により、導入の環境が整いつつあります。日本では長い間、初診については対面で行うことが原則とされてまいりました。 しかし、高齢化の進展に伴い、医療機関に足を運ぶことが難しい高齢者が増えてきております。中山間地域や離島など、医療機関が十分に整っていない地域に住む住民にとっても、対面診療の負担は大きいのが実情であります。これまででも一部の医療療療行為についてて遠隔診療を認めており例えば禁煙治療では 条件付きで導入されており対面診療と同等以上の効果が確認をされております診療行為は医師と患者の信頼関係の上にこそ成り立っております遠隔診療についてもこの点がまず大前提であります受診の負担軽減と医師の偏在による弊害を解消するツールとして広島県でも導入を検討いただきたいと思いますが健康福祉局長のご認識をお伺いいたします 健康福祉局長。遠隔診療につきましては、対面診療を補完するものとして、僻地をはじめとした地域において、対面による受診が困難な高齢患者の利便性、効率性の向上や、医師の地域偏在による医療格差の是正といった観点からも有効なツールの一つであると認識しております。一方で、診療の質の確保や、患者側の利用環境、および通信環境などといった課題もあると考えております。 また、国におきましては、有効性や安全性等を配慮して、一定の要件を満たすことを前提とした遠隔診療に係る診療報酬が平成30年度から新設されるほか、適切な運用に向けたガイドラインの策定が予定されております。こうした状況を踏まえ、今後の国の動向なども注視するとと,ともに、市長や医師会等の関係機関の意見もお伺いしながら、遠隔診療が効果的かつ安全に普及するよう検討してまいりたいと考えております。 栗原副委員長、はい、よろしくお願いいたします、えー、続きまして、えー、外国人による介護労働力の確保の確保についてであります段階の世代が高期高齢者に達する2025年には介護職員数が38万人不足すると言われておりますこの現状を踏まえて国は外国人の在留資格として昨年9月から新たに介護を加えましたで留学生が日本国内の専門学校などで学び 介護福祉士の国家資格を取れば日本で働けることになりました対象は留学生として入国し、日本の介護福祉士養成施設で2年以上学び、介護福祉士の国家資格を取得した人であり、材料期間は最長5年、問題なければ無制限に更新ができます。さらに、外国人が日本で働きながら技術を学ぶ技能実習制度の対象職種にも、 昨年11月から介護が加わったことにより、今後、介護現場において、外国人が活躍する姿を多く目にすることになると思います。しかしながら、技能実習制度によって介護職に従事するものは、今後最も必要となると予想される訪問介護には従事することはできません。事業者側が求める訪問介護に従事するためには、どうしても介護福祉士の資格が必要になります。 しかし依然として、この国家資格である介護福祉士の取得は容易ではありません。さらに滞在費、授業料なども、留学生にとっては切実な問題でございます。介護分野への就職を目指す者に貸し付ける、介護福祉士就学資金等貸し付,貸し付け制度があるようですけれども、これは各介護福祉士養成施設の実績に応じて、人数枠が決められておりまして、 外国人留学生がこここの制度をを受けるるととと前提に来日するということはできません今後の介護職人材の不足を想定した場合、国が進める新たな外国人受け入れ体制に向応して、介護福祉士就学資金等貸付制度に外国人枠を設けるなど、大幅に拡大すべきだと考えますが、県としてはどのようにお考えでしょうか、健康福祉局長にお伺いいたします。 健康福祉局長労働力人口が減少し、一層不足感が高まる介護人材の確保に向け、介護福祉士を目指す外国人留学生を支援し、就労につなげる取り組みも重要となってまいります。このため、介護福祉士就学資金等貸し付け制度につきましては、介護福祉士を目指す外国人留学生が貸し付けを受ける場合の要件を平成29年12月に追加し、見直しを行ったところでございます。 来日前の外国人留学生向けに貸し付け枠を拡充することにつきましては、今回の見直しの効果や各養成校の要望、受け入れ体制の状況などを総合的に勘案しながら検討してまいります。また、国におきまして、介護施設等が外国人,外国人留学生に奨学金等の支給をする場合の支援事業を検討しておりますので、その動向も注止してまいります委員長。これ どうかよろししくお願いいたしますあの海外からの受け入れ、外国人の受け入れ、積極的な施設もあるようでありますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。続いて、再犯防止対策の充実についてお伺いをしたいと思います。これは平成28年6月定例会一般質問で私が質問した事柄でありますけれども、再び改めてお伺いをしたいと思います。 まあ政府はこのたび、再犯防止推進計画を閣議決定し、刑務所出所者らの再犯を防止するための115の施策をまとめました。法務省によると、2016年の検挙者に占める再犯者の割合は、過去最高の48.7%に達し、とりわけ再入所者の約7割が再犯時に無職で、無職者の再犯率は、 有職者の約3倍に上りますでこの計画では、出所者の職業訓練や就労支援を充実させるとともに、職場定着に向けたフォローアップを実施することとしております。現在、国内の再犯防止に関する取り組みは、保護者や出所者らの雇用に理解のある協力雇用主といった民間協力者によって支えられているのが現実であります。 しかし、高齢者高齢化や担い手の減少、活動資金といった課題に直面していることから、支援強化策、民間協力者に対する地域社会の理解を広げるための方法、啓発などの推進が明記をされております。このほか、再犯防止に関係する施設の職員の増員や、研修充実にも研修充実も盛り込まれております。 再犯防止に取り組む機関として重要なのが、現在、県社会福祉士会が運営している地域生活定着支援センターでありますけれども、その体制は以前も申し上げたとおり、決して充実しているとはいえず、少人数で最大の効果を発揮しようと努力をされております。この度の計画を踏まえて、県として再犯防止対策の充実強化について、どう取り組もうとされているのか、そして、 地域生活定着支援センターの体制の充実強化に関し、どのように考えているのか、健康福祉局長にお伺いいたします健康福祉局長再犯防止推進計画につきましては、先月、国から説明を受けたところであり、その内容を踏まえ、より効果的な支援体制や役割分担、連携事業のあり方等について、本県の官民連携組織である 非行少年等再犯防止に関する連絡会議において検討を進めることとしており、こうした取り組みを通じて、再犯防止対策の充実を図ってまいりたいと考えております。また、地域生活定着支援センターの体制につきましては、福祉関係機関等との役割分担を踏まえながら、センター業務の効率化、重点化による負担軽減を図る必要があると考えており、市長をはじめとした関係者による会議を開催し、センターと市長や福祉関係機関との相談業務の役割分担の明確化、 強制施設対象者の受け入れを促進するための福祉施設との連携の強化などに取り組んでいるところでございます。さらに来年度は、地域における関係機関のネットワーク化の実現に向けた検討会、社会福祉施設の設置者等の理解を促進するための説明会を実施することとしております。今後とも犯罪をした方の円滑な社会復帰を促進するため、国や市長、センター、福祉関係機関等と連携して、再犯防止対策に積極的に取り組んでまいります。 栗原副県長、えー。時間もありませんので、えー、あと要望に変えさせていただきますけれども、先ほども局長の方からありましたけれども、少年犯,犯罪ですね、この再犯問題に注目が集まりがちなんですけれども、実は高齢者の再犯問題も深刻になっております。で2015年9月現在で、65歳以上の高齢犯罪者の割合は約27%、今後、さらに増えると見られております。 1996年以降の約20年で、刑法犯として起訴された人のうち、前科のある人の割合は、65歳未満が 47%, 47から53%で推移してきたのに対して、高齢者は63%から72%であります。高齢者の犯罪の多くは窃盗であり、再犯も窃盗が多いそうですで。住む家と仕事がないことで孤立感を深め、 生活に困って窃盗を繰りり返すす現実があります地域社会が罪を犯した人たちを受け入れなければ更生も再犯防止もありえませんこうした高齢の方や障害のある方が共生施設から退所した後に自立した生活を営むことが困難な場合保護観察所と共同して福祉サービスの利用を援助することなどによって地域の中で自立した日常生活 社会生活を営むことができるよう支援するのが、先ほど申し上げました地域生活定着支援センターであります。で反省は1人でもできますが、更正は1人ではできません。再犯防止対策の事実強化、そして地域生活定着支援センターの体制強化について、さらに力を注いでいただきますよう、これは要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。よろしししくお願いいいたたまますありがとうございました この場合暫時休憩いたします。午後は1時30分に再開いたします。